い、どうもー。はい、セカンドチャンネルです。お願いします。お願いします。はいはい、ちょっと見せたいなって思ったかったので、まあ僕らってメインチャンネルで見せたいなってものをやってるじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。でも見せたいなって思ったけど見せれないものがあるんだよね。そうなんだよ。これをメインで出すわけにいかないものね。それはなんでかっていうと、うん、世の中の仕組みだったりとかいろいろとあるじゃん。だからその見てはいけないものだったりとか、そう、綺麗に見えるものだって実は俺らのこの机も後ろさ、すごい落書きがあるかもわかんない。そういうことですよ。じゃんね、たくさん見てもらえてるあのスライムだよね。まああれもう100万再生超えてますからね。結構皆100万人の方に見てもらってるっていう考え。じゃあこれは何万人の人が知るんだっていうところね。だってあれをしてない人2倍ぐらいの人が見てるわけだからそう考えたらこれは登録の何分の1の人がこれ見るのか。あのスライムちょっといろいろ使おうかなと思って置いてたんですよ。すごかったね、その朝起きて見て、これ何って、これ誰ここに置いたのって、何これ持って帰ってって思ってね。誰も知らない。でも緊急にで、すぐ気づいたね。ああれだ、うん、でそこから早2週間、2週間で1回もう袋入れて外出しといて、うん、見せますか引き上げたね、さっきちょっとやりました。ベランダから持ってきました。おいやべえよこんな、おい行きたいですよ。マジ、いや、わかんない、ちょっと触ってみる。いや、ちょっとやばそうじゃない、かなり液状化してるよね。大丈夫なとこある。これは磁石にくっつくのかな。この辺とかも触ってみて。うわ、あれだ、何これ。ここに多分入ってんだよ、あれが、磁石が。ほんと？そうだよね、ここに普通に体調悪くなってくるの、ここに。ほんと頭痛い。こんなん誰、あ、すげえ磁石んとこ見なきゃよかったね俺らは別に裏側を見ないっていう選択肢もできたわけじゃん、その、うん、一回もう袋に入れて捨ててしまうっていう、それはできなかったんだよね、なんか、うん、礼儀というかさ。これ絶対する、はいはい、いいよ。いや、こっち側から届かない、そっちから届かない。うお、その周りはまだ硬いんだ。唐揚げ、やばい、そっちに引きずり込まれ、やっぱその力まだあるんだ。いや、てかね、すごいよ。あ、すごいんだ。うおぉ、来たおい、そういうんじゃないだろう。やばい、いや、thank you.